ップトップザライブグローバルに未来を駆け抜けろ。はい、今週も行ってみたいと思います。はい、そうですね。はい、はい、ティップトップ留学探検隊隊長の荒木さんとまた電話がつながっております。荒木さん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。インバウンドの特集をここ何回かで続けていますけど、はい、本日も、ね、もう準備準備準備で、うん、で、もうまあついに令和ですよ、令和。令和ですよ、令和。本当に。令和でね。はい。で、令和元年にこの、はい、僕のインバウンド事業も始まるというこのね、うん、このタイミングと、で、大阪がね、やっぱりね、うん、調べれば調べるほど本当に今多分ね、関東圏とか首都圏の人はあんまりそこまで思ってないと思うんですけど、うん、思ってる10倍すごいんです、大阪は。そう、なんかね、僕もそういろいろとなんか最近その手のニュースをチェックするようになったんですけど、はい、大阪への外国人のその流入数ってものすごいらしいですよね、本当にね。半端ない。そうなんですか。ちょっとあんまりわからないですね、関東にいると。なんかね、こっちも多いなって思うので。うん、でね、荒木さん、アパホテルがね、はい、ホテル作らないで、うん、なんか300室ぐらいの民泊のビル建ててるんですよね、アパホテルが。アパホテルが子会社作って。それはどういう意図なんでしょうね、ホテルじゃなくて民泊っていうのは。民泊需要が高いってこと、うんうん、そうです。だからもう別にサービスいらないんで寝させてくれと、うんうんうん、で、まあその、まあ、よく言うじゃない、最近もニュースになってましたけど、例えばホテルのですね、うん、ポットでラーメン作って怒られてるみたいな、うん、そういう、まあ、東京であればね、うん、問題とか結構出てきてるんだけど、うん、まあ、民泊って別にポットでラーメン作らなくても別に鍋もあるし、そうですね、キッチンもあるので、うん、まあ、いわゆるその、まあ、特に東南アジア、中国を中心にしたその東南アジアの人に向けて、うん、すごく対応力があるんでしょうね。で、いろんなその楽しみ方があるっていうことかな、大阪の方がね。だからまあ日本、僕たちも昔そう、ね、今でこそそんなことしないですけど、なんかカップラーメン持ってったりだとか、うん、なんか味噌汁の、ね、なんかお湯入れるやつ持ってったりしたじゃないですか、うんうん、それが まだその今日本に来てるインバウンドの人たちってあるんですよね。なんかすごくやっぱり東京とかのホテルになっちゃうと、うん、やっぱりその外に出て、まあ、少なくとも1000円ぐらい払ってなんか食べるっていうことをしないといけないじゃないですか、うん、でそこがまあちょっと今のその、まあ、爆買いの時のね、いくらでも金使ってもいいよっていうインバウンドじゃ今は時代がそうじゃないので。あ、そうね。なんかね、荒木さんね、はい、僕最近よく見かけるのが、はい、コンビニで缶ビールを買ってる外国人を本当によく見かけるようになったんですよ、はいはい、で多分そういうことじゃないかなと思って、うん、外にこのレストランに飲みに行って食べに行ってっていうよりも、もう本当にコンビニで柿の種と缶ビールを買って、なんか公園とかホテルとかで酒盛りをする、うんうんうん、なんかそういう、なんだろう、外国人が増えてきたなという印象なんだけど、それってやっぱ そういう経験が、まあ、求められてるんでしょうね。格安でそういう経験できるっていう。もともとそうなんですよ、彼たちは、うん、地元ではね、うん、その、まあ、中国人もそうだし、中華系の人って、うん、あんまりお金出していいレストランでご飯食べるってことは本来あんまりしないんですよ、うんうん、どっちかというと家族で来る人が多いので、うん、やっぱり子供もいるし、うん、食べるけど、うん、まあ、夜なんかは、まあ、朝なんかはもう部屋でもそもそなんか食べたいみたいな需要がやっぱ多いんでしょうね。そうですね、自分たちでなんか作られることが結構好きだったりしますよね。そうです、そうです、うんうんうん、あと日本 その観光庁が発表しているデータも、そのやっぱり買い物とか飲食よりはなんかどっちかといったら体験型旅行っていうものがすごいなんか急激な伸びを見せているっていう発表してるんですよね。なんか例えば新橋の駅前で缶ビール買って SL 広場で酒を飲むっていうのもね、
それもある意味、まあ、体験っちゃ体験だと思うんですよ、日本独特の。なるほど、うん、なんかそういうのが求められてるんじゃないかなと、はい、うんうん、だからスーパーマーケットなんかに例えば行くんですよみんな。あでホテルに泊まってると例えばスーパーマーケットでいろんなものなんか珍しいもん自分たちの国では見ないようなものを見たとしても、うん、お土産でしか買えないんだけど、うん、民泊だとあのいわゆるクックできるので、うん、そこは強いですよね。そうですね、うん、なんかやっぱりいろんな体験ができるっていうのは確かに民泊の方がね、はい、体験のこの幅が膨らみますよね、うん、ホテルに泊まっていろんなものが揃ってるよりは。まあ日本では民泊なんていう言葉使ってますけど、まあいわゆるサービスアパートメントですからね、うん、長期滞在できるもんね。そうです、だから例えばブッキングコムなんかで、ね、今まで見てても、うん、例えばシンガポールでもそうですけど、うん、あのホテルっていうカテゴリーよりも、うん、いわゆるそのサービスアパートメントっていうカテゴリーがまあちょうど半々ぐらい実はあるわけですよね。うん、でも日本の宿泊施設ではサービスアパートメントっていう概念がないので、ないですね、あんまり聞かないですよね。そうです、だから、うん、いわゆるそのサービスアパートメントのいわゆる機能を備えた民泊、うん、なんかがまあもう爆発で、僕今日の夜から車でまた東京行くんですけど、うん、明日どこ泊まろうかなと思って六本木周辺で Airbnb で探したら民泊を、うん、もう一泊2万円ぐらいですからね。2万円、一泊民泊ですよ、ホテルのような料金。だから東京はちょっと高いんですよね今ね。高いですね、民泊で一泊2万円ちょっとびっくりです。で、あれでしょ、ここに比べると僕がやってる民泊なんていうのはもうちょっとしたら免許ができるんで、はい、まああのオープンできるんですけど、うん、6000円、それは安い、うん、で荒木さんのその民泊にあれでしょ、アンジーがなんかモニター体験をするという話を聞いたんですけど、そうですよ、なんか来ていただけるっていうことなんで、はい、あのもう部屋とかはもうほとんどできていて、うん、でもまあまあ例のごとくこの、あのお役所の国日本ですから、うん、はい、消防署の検査があってその後保健所の検査があって、うん、なんだかんだとこういろいろ来るわけです、うん、でそれでやっと免許がくれるんで、うん、まあ、公式に正式に営業できるのは、まあ、6月入ってからかなって感じなんですけど、あでもなんか思った以上に割と早いペースで、ね、準備できてます ね、 そうですね、うん、だからもう部屋なんかも出来上がってるし、もうみんな知ってる人にはもう今泊まりに来てもらってるので、はい、家電製品とかもね、もうすごく綺麗に整ってましたね、部屋の中も。ね、楽しみです。もうあの何でもありますよ。なんか住みたいぐらいだもんね、はい、あれ写真見てると。とっても綺麗。そうです。で、最近のね、でも傾向として逆にテレビがないんですよ。あ、テレビないんですか。いや、テレビいらないんですよ、みんな。スマホがあるからね、今。そうですね。だから外国人は日本に来たって日本語のテレビなんか見てもわかんないし。確かに。で日本人は例えばその民泊の部屋に来て、テレビっていうよりは Wi-Fi が飛んでいたら、ある意味ネットもできるし YouTube も見れるし、うん、だからこのいわゆる今最近のここ最近のね、うん、いわゆるその宿泊者の滞在形式として実はテレビっていらないんですよ。うん、確かに俺もテレビ見ないもんな普段、はい、私もあんまりホテルでもつけないですね。あ、なくても全然いい、テレビは。うん、うんうん、まあ、Wi-Fi があれば、そういうのがまあなんか、ね、その民泊 やり始めると、うん、なんか分かってきて、そうね、なんか高速 Wi-Fi があればもう全然十分だね、本当に、うん、もう Wi-Fi があれば。で今回もあの荒木さんに、うん、あの Wi-Fi ありますかってそこだけ聞いたんですよ。あ、もう私自身が、まあ、Wi-Fi は完璧ですよね、さすがに。 Wi-Fi はもう全然ありますよ。そうです、もうそれでほっとしました、はい、あと荒木さん充電やるのも昔みたいに、うん、なんかそのプラグの形が何ですかじゃなくて全部 USB で充電なんで。あ、そうですね、今ね、そうですね、うん、だから USB シャツが5つも6つもついてるんですよ、僕の部屋にはね。あ、すごい。それは外国人にとってはすごいありがたいね、うん、多分デジカメもね、iPhone も全てね、全て USB で、うん、はい。荒木さん、他になんか荒木さんの民泊でここはちょっといろいろと工夫してみたんだよみたいな点ってあります？他とは違うぞっていうような。あのね、うん、うちはね、もともといわゆるその賃貸マンションなんで、うん、
ではないですけど部屋が多いわけですよ、うん、でその民泊の、まあ、事業の中で、うん、案外ね3人4人とか2人とかっていうより16人とか20人で、うん、なんか部屋探してる人の方が多いんですね外国人って。うーん、あー、団体客受け入れが可能ってこと。そうなんです。うちはだから1棟貸しなんて1階貸しだから5階全部あなた貸しで使ってくださいねっていうのができますね。あー、すごい。そうか、うん、結構ツアーで来る人多いですもんね海外から。そうです。で友達同士でご家族ぐらいで来る人が多いから、うん、でなんか結構その英語版のねなんかあのなんか台湾とかそういうところの Airbnb の、 そのレビューとかを見てたら、うん、5人、うん、別々のご家族で来るんだけど、うん、5つの家族で来るんだけど楽しいんだけどなんかプライベートがないと、うんうんうん、でやっちゃいがちなのが例えばすごいその200平米ぐらいあるすごい豪華なマンションの部屋持ってる人が、うん、ここで30人泊まれるよってやっちゃうんだけども、うん、例えばトイレもバルに何個しかしかないし、うん、お風呂も何個しかないしっていうよりは、うん、ワンフロアにファンディー系の部屋が5つあって、うん、ガヤ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 やってもいいんだけど寝るときは自分たち の、 そのプライベートが保てるっていうのが、うん、なんかまあ後付けなんですけど人気なんですよね。荒木さんのところはこれから、まあ、国内外問わず団体客なんかも受け入れていくっていう形でなんか結構いろいろ期待が持てますね。もうしばらくしたら僕 の、 あのマンションはクーロン城みたいになると思うんです。クーロン城、クーロン城、もうカオスな上から下までもうなんか多国籍なねいろんな国の人たちが、うーん、面白い。いや面白そう、うん、ちょっと一つのなんか名物になりそうですね桃谷のね。そうなんですよ。だから結局前もから言ってますけど、うん、あのただ単に民泊やるんじゃなくて、うん、日本で一番人気がある民泊をやりたいので、うん、だからまずは、まあ、スタートはまあ、ね、あのデフォルトの一番やらないことは やらないといけないんだけど、うん、僕は今考えてるのはいっぱいその自動販売機をいっぱい置くとかね、うん、はい、それもなんかあのハンバーガーの自動販売機とか、うん、あのうどんの自動販売機とかあったじゃないですか。はいはい、ありましたね。ちょっとあれを今僕はあのヤフオクとかでググってますね。ああ、それ置いとけばとりあえず飯食えるわ ね、 ね、飲み物も揃うわで、うん、で人件費かかんないもんね。うどんなんて全然ハラルですからね。ハラル対象で、そうか、それもいいですね。いやちょっと今後ね面白そうなんだけど、とりあえずはアンジーがそちらでお世話になるんで、はい、行ってきます。ちょっとまたアンジーからいろいろとレポート発信してもらいたいなと思ってます。はい、だから来週はそのアンジーさん来てもらって、うん、その、まあ、体験談、うん、みたいなんで話できたらなと思ってます。あ、そうですね、はい、ぜひアンジーちょっと分かりました、うん、体験談聞かせてください。はい、ちょっと荒木さんまた今後の進捗楽しみにしてますんで。はい、お願いします。はい、あのね、はい、このコンテンツ結構これから民泊始めようっていう方にも非常にこの有益なコンテンツになると思うんで、うん、ちょっと情報をいろいろと出し惜しみなくいろいろと、そうですね、もういい情報も悪い情報も全部出しますんで。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ荒木さんまた来週よろしくお願いします。はい、荒木さん大阪でー。はーい、ということでね、はい、アンジ泊まったらちょっともういろいろ聞かせてもらいたいわね。わかりました、うん、ちょっと先に行ってきます、ね、民泊、はい、ちょっとあの荒木さん の、 その民泊情報、引き続きちょっと進捗具合をこの番組の中から出していきますんで、うん、皆さんこうご期待ください。泊まる方はね、はい、ぜひちょっとこちらの方に連絡いただければ、あのモニターキャンペーンやってますの で、 そうです、ね、ぜひご連絡いただきたいと思います、はい、それではまた来週、はい、はい、お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。